みんな見えると思うよ、大体。なんで私って見えないの？少女は自立しようと必死でした。絶対に負けない。でも壁は次から次へと現れます。いじめ、叶わぬ夢、恩師との別れ。学校にいても辛い、家にいても辛いんだったら死んだ方がマシかなって。分かってるんだ、特別じゃないってことも気がついたら。何度生死をさまよっても息を吹き返す弟。辛い時いつもそばにいてくれる弟。生まれてきた意味を。6人家族の20年、笑いあり涙あり。目の見えない姉と弟が教えてくれました。イーちゃんの白い杖、心の旅が始まります。I love that.